り越え出すと、廊下にいるやつが気づくかもな。よ、あんた相変わらずここにいるんだな。それと相変わらずのひでえ顔。ん？うわあ！暴れんなよ。落とすぞ。お前なあ！危ねえ。大丈夫か、レン。問題ない。おい、ノイズ。何？何じゃねえよ。下ろせよ。
あのな、お前いい加減に。これからあんたの家に行くから。は？家？そう。誰の？あんたの。なんで俺の家に行くんだよ。挨拶しなきゃいけないだろ、あんたの家族に。はあ？あんたを連れてくんだからちゃんとしねえと。こういうのもけじめだし。いいから、とりあえず、おろせっつの！そんなに俺に抱かれるのが嫌だった？そうじゃねえし、そもそもそういう問題じゃねえし。嫌じゃないんだ。いや、今のは言葉のあやってやつで。ふん。で、どうすんの？行く？行かない？あんたがどうしても嫌だって言うならやめるけど。わかった。行く？ああ。
青は大丈夫か。ああまあなんとか。ドイツってあのドイツかい？そうだけど。行くのは別に構わないけどね。わざわざ私に許可を取らなくったっていいだろう。一時的な旅行って意味じゃない。ずっとだ。ずっと？どういうことだい？永住ってことかい？ああ、俺と一緒に。うん？そりゃあまた随分と急な話だね。永住ったって住むところはあるのかい？生活はどうするんだ？それは心配ない。俺は今、向こうで働いてる。人一人養うくらいは、どうってことない。でも、どうしてアオバを？何がどうなってそういうことになったんだい？分かっちゃいると思うが、いきなりそんな話をされてすぐにうなずくことはできないね。理由は一つしかない。俺にはこいつが、青葉が必要だからだ。簡単な話だとは思ってない。それなりの覚悟を決めてここへ来た。そのための準備もしてきた。青葉に嫌な思いはさせない。青葉が望んならいつでもこっちへ戻ってくればいいと思ってる。束縛するつもりはない。ただ俺が青葉と一緒にいたい。だから青葉を連れて行きたい。
アオバ、お前はどうなんだい。え、俺、ああ、俺は、俺、この島を出るってのは正直すげえ迷った。本当は今もまだちょっと迷ってる。ずっと暮らしてきた島だし、思い出もたくさんあるし、ばあちゃんのことも心配だし、本当に行っていいのかって思うし。でもこいつさ、俺を迎えに来るために準備してきたって言うんだ。ちゃんと自分の国へ帰って、いろいろ解決しなきゃいけない問題と向き合ってけじめつけてきたって。それ全部俺を迎えるための準備だって言うんだ。それ聞いてすげえびっくりして、それが俺のためってのはやっぱり嬉しいし、そういうまっすぐ体当たりしてくるとことか、なんつうか、その好きだなって思うし。それにさ、こいつなんだかんだで危なっかしいし、俺がついててやらないとって思うし。だから俺もノイズについていきたいって思ってる。せいではことをし損じる。若い頃は何でも勢いで決めちまって、後々後悔するもんだ。お前、そんなことで本当に大丈夫なのかい？いや、もっとよく考えろと言ってるんだよ。今のお前の話を聞く限り、お前はまだ迷ってる。この島を離れる決心がついていない。そんなどっちつかずの考えで無理やり決めても後悔するに決まってるよ。勢いってえのは判断力を麻痺させる。お前、本当にこの子についていきたいのかい？もちろん。勢いに流されてるだけなんじゃないのかい？違う、そんなんじゃない。本当にこの子のことが好きでそう言ってるんだね。そうだよ、好きだ。確かに島を出ることはまだ迷ってる部分もある。だってばあちゃんもみんなもいるし、俺の家はここだし。けどノイズを好きだって気持ちに迷いはない。それだけは絶対に。
まあいいさ。お前がそこまで言い切るならあとはお前次第だ。繰り返すけど、迷ったままじゃ必ずどこかでつまずくよ。よーく肝に銘じておきな。お前、山のようにピアスをしてたのに外したんだね。ああ。なぜだい？心境の変化。それに、仕事に差し障る。外見的な意味で。そうかい。青葉？はい。さっきの話だけど、私が心配ってどういう意味だ？え？私はお前に心配されるほど弱っちゃいないよ。でも、お前がいないと死ぬとでも思ってんのかい？勘弁しとくれ。それに、今はどこにいたって会話ができるだろう。顔を見ることもできる。だったら離れてるって言ったって大したことないよ。あ、そう。あと俺、落ち着いたらまたすぐこっち戻ってくるから。3ヶ月に一遍とか、あ、いや、もっと早く2ヶ月に一遍とか。早すぎるだろう。それに金もかかる。別に問題ないけど。そうかい。むしろばあさんが一緒に来てくれても構わない。さすがにそれは遠慮しとくよ。それじゃ、青葉は連れて行ってもいいんだな。ああ、だいたい青葉は心配性なんだよ。私は一人でも平気だってんに。ばあちゃん。あ、でもばあちゃん、俺たちもう分かってるだろうけど、男同士なんだけど。そりゃ、ひ孫の顔が見られないってのは寂しいけどね。ただね、お前がここまで育ったのは、私にとっては奇跡みたいなもんなんだ。私が望むのは、何よりお前が幸せになることだ。だから、お前がやりたいようにやればいい。ただし、さっき言ったことを忘れるんじゃないよ。迷ったらつまずく。けど、つまずいても諦めないことだ。ありがとう。ばあさん。
ありがとう。うん。ばあさんが言ってたやつだけど、もしあんたが迷ってるならってやつ。ああ、あれさ、俺もそう思うから。もしあんたが俺に流されてるだけで本当は迷ってるなら、そう言ってほしい。ちゃんとした合意がないのに連れて行きたくねえし。そんなことだから、まず一緒に来てもらって、どんなところか見てほしい。それでどうするか決めればいい。俺の本心としてはあんたに向こうに住んでほしいけど。懐かしいな。
なあ、鍵は？コイル認証タイプだ。ああ、なるほど。さすが最上階のスイートルームって感じだよな。探索のしがいがありそうだ。ベッドの下とか俺でも余裕で潜れそうだもんな。何ブツブツ言ってんの。なんだよこの広さ。トイレかと思った。トイレ。ほら、あんたのも。なんだよ、すげえ間抜け面で。庶民で悪うござんしたね。こんな広くて豪華な部屋に泊まるの初めてだから、小市民はおっかなびっくりなんだよ。別に。大して広くも豪華でもないと思うけど。そうですか。あれは？
ルームサービス。適当に頼んでおいた。ルームサービス。先に食っちまうか。食わないのか。ついこの間までピザとパスタばっかり食ってたくせに。早く食べないと冷めてしまう。はいはい、わーってますよ。さっぱりした。あっつ。飲む。あ、うん。
な、何？あんたさ。うわ、ちょ、こぼれる。なんだよ。服着てるし。え？なんで？え？あんた、俺に会えてあんまり嬉しくないの？は？意味がちょっとよくわかんねえんだけど。久々に会ったってのにちっとも嬉しそうじゃねえし。俺が迎えに行った時も質問に答えなかったし、もしかしてさ、浮気とかした？って、なんでいきなりそこまで話がぶっ飛ぶんだよ。してねえよ。本当に？あのな、俺浮気とかそういうの嫌いだから、つか無理だから。へえ、じゃああれ以来誰ともやってないんだ？やってねえよ。俺だけって決めてるんだ。いや、お前こそどうなんだよ。何が？浮気？心配？心配じゃねえよ別に。へえ、そうなんだ。俺が他のやつとキスしたり抱き合ったりしてても平気なんだ。平気じゃねえよ。嫌に決まってんだろ。心配だってするし、他に興味が移ってもしょうがねえよなとか、俺だっていろいろ考えたよ。他に興味？いや、だってさ、国に戻ってる間いろんなやつに会ったりしたんだろ？いろんなってほどじゃねえけど、まあ会社の人間とか。お前今までは人と関わらずに生きてきたって言ってたけど、いろんなやつと知り合うことで新しい世界にも触れるんだろうなって。うん、そしたら俺もいろいろ考えちまうっつうか、向こうで新鮮な驚きがあったり世界が広がったりしたんじゃねえかなとか。
その中でお前が興味をそそられる人間が出てきたっておかしくはねえよな。だから何？いや、新鮮な驚きがあったり世界が広がったりしたらどうだって言うんだよ。あんたさ、俺の性格知ってるだろ。俺、旧住民区にいた時はピザとパスタしか食わなかったんだけど。別にピザとパスタしか知らなかったんじゃなくて、その二つが好きだったから選んでたんだよ。でも、たこ焼きとか揚げドーナツとかみんなが知ってるようなもん知らなかったし。さすがに何でもかんでも全部は食ってねえよ。でもある程度は食ったことあるし、その上で興味がなかったってだけ。あんたはなんかよくわかんねえことをごちゃごちゃ気にしてるみたいだけど、新しい世界とか新鮮な驚きとかそういうのどうでもいいし、もしかして俺があんたしか知らないから他を知ったらそっちに興味が移るとか思ったわけ？な、簡単じゃねえから。バカにしてんの？俺が何のためにわざわざドイツまで戻って今日までずっと我慢してきたと思ってんだよ。さっきも言ったけど、あんたをちゃんと迎えに行きたいって思ったからだし、昔の俺なら無理やりにでもあんたを引っ張ってた。でもそんなことしたらあんたが嫌がるのは分かってたから。そういうくだらないこと言う暇があったらもうちょっと俺のこと褒めてよ。
ごめん。まず最初に言わなきゃいけないことがあったのに。言ってなかった。お帰り、ノイズ。あと、今までよく頑張ったな。偉いぞ。そういうのいらねえから。さっき褒めてって言ったくせに。つか、この間の質問の答えまだ聞いてない。質問？何の？会いたいと思ったりしたってやつ。会いたいと思ったり？そう、会いたいとか思ったりした？ああ、あんたの答えまだ聞いてない。あんたは俺に会いたかった？会いたかったよ。本当にずっと会いたかった。俺も会いたかった。俺もあんた以外とは誰ともやってない。あんたがいい。あんただけだ。ノイズ。こうしてずっと抱きしめたかった。ずっとキスしたかった。せっかく体の感覚が戻ったのに、俺あんたのことまだ堪能してねえから。何言ってんだよこのエロガキ。やめろって。汚いから。you
なんでこんなことするんだよ。久しぶりにお前に会えて俺すげえ嬉しくて、でもお前があんまりにも変わってるからびっくりして、だから不安になって、でも俺だってずっと会いたかったんだよ。お前のこと死ぬほど探したし、見つかんなくてすげえ落ち込んで、そしたらさらっと戻ってきやがって、しかもけじめつけてきたとか、驚くに決まってんだろ。俺が知ってるお前と別人みたいになってるし、それにもうお前は俺に会う気なんてないんだって思ってたんだから、嫌だ。せっかく会えたのに嫌だ。そういう必死の本音、それにあんたのここ汚くなんてねえよ。早く言えばよかったのに、俺あんたが思ってるよりずっとあんたから与えられるものを望んでる。つかさ、俺は知らないことがたくさんあるから知っといた方がいいって言ったのあんただろ。あ、俺がお前に一つだけ教えられるのはさ、多分お前が思ってるほどこの世界は悪くないってことだな。俺はそもそも世の中がどうとか思ってない、興味ねえし。それはお前が知らないだけだろ。お前すげえたくさん知らないことあるんだからな。知る必要あるの？知らないよりは知っといた方が得だろ。お前の言い方に合わせると。じゃあ具体的にあんたがそれを教えてくれるのか。あんたがそう言ったから俺はその通りにした。あんたが俺に与えてくれたものだったから、その上で俺はあんたを迎えに来たんだよ。そういう意味でもあんた俺を見くびりすぎなんだよ。ごめん、変なこと言ってごめん。別に分かってもらえたならいいけど、あとよこしてごめん。
ああ、だから汚してねえし。いやでもつか、やっぱ漏らしたって感じるもんなんだ。人間の脳って不思議だな。さっきのあんたが漏らしたんじゃなくて、ただの水だから。手に水をかけてちょっとずつこぼしたんだよ。視覚を奪われた状態でやられると錯覚するって聞いたから試してみたんだけど、本当だったんだな。はあ？お前なあ。お仕置きって言っただろ。どんだけ惨めな思いしたと思ってんだよ。ちょっとやりすぎだ。まさか泣くとは思わなかったし。泣いてるあんたは可愛かったけど。だからお前な。まあそれはともかく、俺は別にこれが水じゃなかったとしても気にしないし。何がだよ。もし本当に漏らしてたんだとしても別に気にしねえよ。あんたはどこも汚くないから。あんたから何が出てきたって汚いとも嫌だとも思わない。つうか、ほんと、あんま見くびんなよ。俺はあんたに惚れてて、あんたも俺に惚れてる。違う？あんたは俺のこと、別に好きじゃない？そんな、わけねえだろ。ちゃんと言葉にして言えよ。好きだよ、お前のこと。じゃあ他に何か必要か。俺があんたといろんなことしたいって思ったり、一緒にいたいって思ったりするのに、お互いの気持ち以外に何かいるのかよ。ごめん。まあ割と結構まんざらでもないっつうか。何が？俺とのことそこまで真剣に考えてるんだと思って。考えるだろ、そりゃ。そういうとこがさ。ノイズ、これ。
悪い。本当に、やりすぎた。平気。何？いや、本当にピアスなくなったんだなと思って。おう、舌も取ったのか。ほら、今空いてんのはへそと下だけ。そりゃどうする。何が。ピアス取った方がいい。あんたが取れって言うなら取るけど、どうする。どうするって言われても。取らない方がいい？あんた的に。ばっ、そういう意味じゃねえけど、今は取らなくていいよ。別に今すぐ外す必要もないわけだし。そう、じゃあこのままにしとく。あんたのオールメイト、あの犬は今も変わってないの？レン？なあ、特に変えてない。相変わらずの物好きっぷりだな。ほっとけ。そういうお前はオールメイト変えたのか。姿が見当たらないけど。いや、今もクローゼットにいる。正確にはバッグの中。お前ってさ、もしかしてウサギ好きなの？
は？だって辻斬りの時もウサギの変装をしてただろ。ああ、あれは実際に変装してたわけじゃない。データ上でそう見せてただけ。へえ。でもオールメイトもウサギだし。やっぱウサギが好きなんだろう。特に意識したことねえな。本当に？あ、じゃ深層心理ってやつだな。お前無意識にウサギが好きなんだよきっと。どうだか、今度ぬいぐるみとか買ってきてやろうか。どっちかっつとあんたがそういう格好してくれる方がいいかな。え？それならウサギ好きってことでも別にいい。俺のウサギ姿なんか見てどうすんだよ。ウサギみたいに扱うんだよ。ウサギみたいに？何想像した？いえ、特に想像してません。つか、そういうのいらねえんで。ま、時間はいくらでもあるし。前にも言っただろ、いろいろ試すって。また噛んでよ、俺のこと。こんなエロガキ。なんとでも。足りないもの探すために。